私がなぜ白衣を着てきたかと言いますと、管理栄養士は医療従事者であると同時に研究者であるということを、まあ少しアピールしようと思ってちょっと白衣を着てきました。このコンセプトの下で私どもは食の安全安心を確保するために教育、研究、それから社会実装、社会への啓蒙活動を行っております。食の安全安心という言葉は皆さん結構方々でお聞きになられたことがあると思うんですが、いろんな意味があります。この中でも私たちは2つのことについて着目しております。1つ目が食中毒原因菌の病原解析ということで、抗生物質のみに頼らない治療法、予防法の開発を目指しています。2番目としましては疾病の予防ということで、新しい食品等の殺菌法の開発、腸内細菌での栄養管理への応用を目指しています。今日は特に新しい食品等の殺菌法の開発ということで、光を用いた殺菌法の開発について紹介したいと思います。光というのは、目に見えるものから目に見えない色まで、これ別名波長とも言いますが、いろんな波長のものがあります。それぞれその波長に応じて生物に対して機能を持ってます。これまでの解析によりますと、遺伝子の発現変化とか、発現に対する影響とか、代謝に対する影響というのはあまりよく分かっていません。私たちはこれを詳細に解析した上で、いろんな光の波長を組み合わせて新しい殺菌法を開発しようというふうに考えています。実際に開発した殺菌法をこの植物工場において導入しようというふうに考えています。写真は実際に植物工場に導入して殺菌の実証試験を行っているところです。この装置の特徴は、残留物を生じないとか、栽培した植物に対する影響が少ないということで、栽培した植物の安全安心を付加できないかというふうに考えています。さらにこれを進めまして、厳しい環境下における植物生産に応用できないか、特にこの植物工場を厳しい環境下においても利用しようというふうに考えまして、この植物生産モデルを構築しようというふうに考えています。もし皆さん興味があれば、ぜひ私どもと一緒に研究していきましょう。